声の司法国立8月20日号第1219号学び挑戦し続ける町共に歩み続ける町培い育み続ける町文教都市国立令和元年2019年毎月5日20日発行記念撮影用シートを一時外します。 市役所1階の市民ロビーに設置している記念撮影用シートをクリーニングするため夏季の日程で一時撤去します撮影の際に皆様の笑顔がより映えるようきれいになって戻ってきますのでお楽しみに撤去期間9月3日火曜から6日金曜予定問い合わせ市長室広報校長係 記念撮影用シートの写真があります。編集発行国立市役所政策経営部。郵便番号一八六の八五零一。東京都国立市富士見台二の四十七の一。代表電話。零四二五七六の二一一一。ファクス。零四二五七六の零二六四。 ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ w w w c i t y k u n i t a c h i t o k y o j p スラッシュ死の木、イチョウ死の鳥シジュウカラ、死獣から死の色、緑色死の花梅、梅告示1ページ 毎年9月1日は防災の日です。災害への備えは万全ですか。2ページ防災防犯毎年9月1日は防災の日です。災害への備えは万全ですか。一面の続きです。お知らせ住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況についてお知らせします。お知らせ 祝日を除く月曜日水曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時に市役所1階の障害者支援課に手話通訳者がいます。3ページお知らせ国立駅周辺整備事業のスケジュールについてお知らせ外壁改修工事に伴い下矢棒地域防災センターを休館します。お知らせ 藤見台地域のまちづくりに関わるアンケート調査のお願い「防災・防犯・一般財団法人関東電気保安協会と災害時における仮設・電力供給支援等に関する協定を締結しました」「防災・防犯・防災行政無線の情報伝達訓練を実施」「お知らせ・広報掲示板をご利用ください」 市内50カ所にありますお知らせ令和元年度第4回国立市子ども総合計画審議会4ページ福祉9月はシルバーパス一斉更新の時期です税年金10月1日火曜より年金生活者支援給付金制度が始まりますお知らせ 国民健康保険非保険者証を郵送しますイベント映画上映会ピア街をつなぐもの開催健康健康講座ご近所さんでレッツゴー開催グッちょっとだけでも気楽になって帰ってもらう第38回日だまりの会開催イベント第8回矢川祭り サマーデイズナイト開催交通青柳ルートの愛称が青柳っ子に決定お知らせおもちゃ病院がやってくるお知らせコンビニ交付の停止日について5ページ子供8月31日土曜は野菜の日野菜をおいしく食べて健康になろう 子ひとり親家庭やお子さん保護者に障害のあるご家庭の方へ「子ども面会交流養育費に関する個別相談会」「開催」「子ども私立保育園主催遊ぼう会園庭等開放大きくなあれ身体測定」「開催」「子どもピアママ企画お話し会先輩ママに聞きたい」 小学校入学前に知りたいこと開催子ども楽しい子育てプログラム開催子ども子育て講座兄弟の子育て開催お知らせ司法国たちの音訳版と展示版をご利用くださいお知らせカンガルー広場地域カンガルー広場は2学期は9月5日木曜から再開します 6ページ健康保険コーナー健康その他の検診及び講座お知らせ日曜祝日の応急診療は7ページお知らせ10件図書館カレンダーみんなの伝言版8ページお知らせ 特定生産緑地制度についての通知及びアンケートのお願いお知らせバックナンバーや昔の情報を探したい方は必見司法がデジタルブックでご覧いただけますお知らせ企業の PR や商品等の紹介に司法国立や市ホームページに有料広告を掲載しませんか9月の相談 目次終わり毎年9月1日日はは防災災ののでですす害への備えは万全ですか本年3月に市内全戸に配布した防災情報ブック「国立の災害対策」では大地震等の大きな災害が発生する前に備えておくべきことや実際に災害が発生した場合にとるべき行動など 市民の皆様に知っておいていただきたい情報を詳しくご紹介しています。いつか来る災害に備え、冊子の内容を普段から確認しておきましょう。冊子、国立の災害対策の表紙の写真があります。地震が来る前に備えましょう。建物の耐震性を調べましょう。 阪神淡路大震災で亡くなられた方の多くは建物の倒壊や家具などの転倒による圧迫死でした昭和56年1981年5月31日以前に建築された建物は耐震性が低いと言われているため自宅の耐震性を確認しておきましょう家具の配置を見直しましょう家具を固定する前に まずは寝ている場所と家具等の配置を確認し出入口付近のスペースを確保したり大きな家具や家電等が倒れてこないように配置しましょう家具を固定しましょう箪笥、食器棚などの家具は背の高い低いに関わらず固定しましょう大きな地震では家具を固定すると中身が飛び出してくる恐れがあります キャビネットストッパーや飛散防止フィルムなどで食器などの収納物の飛び出しを防ぎましょう地震発生時の行動地震発生から避難まで1とにかく自分の身を守りましょう大きな揺れを感じたり緊急地震速報が入ったらまず落下物から身を守り揺れが収まるまで待ちましょう 2しっかり火の始末をして火災を阻止ガスコンロなどを使っている時は慌てず火の始末をしましょう避難する時は電気のブレーカーを落としガスの元栓も閉めましょう3我が家の安全の確認確保家族の身の安全を確認確保し災害情報や避難情報など正しい情報を入手しましょう 4隣近所の安否確認・助け合い隣近所で協力して建物や家具の下敷きになっている方の救出や初期消火活動を行いましょう5歩いて避難しましょう道路上には建物やブロック塀などが倒壊して車の通行が困難となりますまた国道道や都道などは 一般車両の通行が規制される緊急輸送道路となるため、歩いて避難しましょう。風水害が来る前に備えましょう。ハザードマップ、被害予測のための地図を確認しましょう。多摩川洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、国立の災害対策に掲載、などで危険な箇所を確認しておきましょう。 道路の冠水、水に浸かることを防ぎましょう道路の冠水を防止するため普段から速攻や薄いマスの清掃をしておきましょう非常時持ち出し品を確認しておきましょう非常時持ち出し品はいつでも持ち出せるようにしておきましょう停電も予想されるので懐中電灯なども準備しておきましょう 浸水への事前対策をしましょう地下室など浸水しそうな箇所には土納、止水板、排水ポンプなどを準備しておきましょう水害の危険が迫っている時の行動早めの避難を心がけましょう市からの避難情報が発表されたら速やかに避難しましょう 避難の呼びかけに注意し正確な情報収集を行いましょう市や消防署などから呼びかけがあったときは速やかに避難しましょう浸水してからの自宅外避難は危険です要配慮者の避難に協力を高齢者障害のある方など要配慮者は早めの避難が必要です隣近所の要配慮者の避難にご協力ください 動きやすい服装で2人以上での避難を浸水しているところでは深さがわからないため杖か棒を持って歩きましょうまた水中でも脱げにくく歩きやすい履物で避難しましょう車での避難は控えましょう車が水に浸かると動かなくなったり水圧でドアが開かなくなったりして危険ですまた 水に浸かった状態で車のエンジンをかけることも控えましょう。逃げ遅れた場合は、高い建物に避難を。万が一逃げ遅れた場合は、頑丈な建物の3階以上に避難しましょう。これらの記事について。問い合わせ、防災安全課、防災消防係。 以下2面へ。2面では災害時に役立つローリングストックとお薬手帳の活用法について紹介します。1面の続きです。毎年9月1日は防災の日です。災害への備えは万全ですか？ローリングストックを活用しましょう。ローリングストックとは。 日頃使う食品などを多めに買い、消費しながら補充を繰り返して、常に新しい食品を備蓄しておくという方法です。それにより、いざという時に、普段に近い食生活を送ることができます。水や食料は、1人3日分以上、できれば1週間分の備蓄があることが望ましいです。ローリングストックに適した食品常温保存が可能なもの そのまま食べられるもの賞味期限が1年程度あるもの水分補給になるもの備蓄のポイントまずは水分を備蓄する水分不足は脱水症、エコノミークラス症候群、心筋梗塞、脳梗塞、便秘などの症状を引き起こすこともあります 好きな食食食食べべ物や食べ慣れた食品を備蓄すする災害時はスストレスにより食欲がが低下しがちです好きなものや食べ慣れたもので心と体を満たしましょう家庭の状況に応じた備蓄を介護が必要な方アレルギーや持病のある方ミルクを飲んだり離乳食を食べている乳幼児がいる家庭など個々に応じた準備をしましょう 食べきりサイズを選ぶ。災害時は冷蔵庫が使用できないので一度に食べられる量や高補装のものを選びましょう粉ミミルルク・ク液体ミルクを用意する。災害時には母乳が出なくなることもあるため粉ミルクや液体ミルクを用意しておきましょう粉ミルクの調整用の水は軟水にしましょう備蓄品 チェックリスト0水お茶1人1日3リットル ×3 日分野菜ジュース100%果汁米無洗米がおすすめレトルトご飯・かゆアルファ米即席麺カップ麺クラッカービスケット肉魚豆野菜等の缶詰 切りがが不要なプププルトップタイプがおすすめレトルト食品日持ちする野菜果物カップスープインスタント味噌汁具だくさんなものがおすすめ栄養補助食品嗜好品調味料そのほか役立つポイントおいしく食べるために入れ場を忘れないようにしましょう。 食材用ラップ、割り箸、ウェットティッシュも合わせて準備しましょう。食器にラップを敷いて使うと水の節約になります。盛り付けにはビニールの小袋を使うと衛生的です。問い合わせ、保健センター、電話、五七二の六一一一。薬手帳を活用しましょう。 薬薬局へ行くととと受付でお薬手帳はありまませんかか必ず聞かれると思いますお薬手帳とはいつどこでどのような薬が処方されたのかを記録する手帳のことです最近ではスマートフォンのアプリで薬の内容を管理できるものもありますお薬手帳の役割服薬中の薬の把握 普段服薬している薬を簡単に把握することができます重複投与の防止同じ薬効を持つ薬が重複して処方され過剰投与になることを防ぎます相互作用・近畿の確認服薬中の薬と一緒に飲むと効きすぎてしまう、効かなくなってしまう副作用が出てしまうなどの薬が処方されることを防ぎます 災害時にはいつもの薬の情報が重要です先の東日本大震災では薬剤が不足する中お薬手帳を持参することで普段服薬している薬と同じ成分の薬をすぐに把握でき治療につなげることができました反対にお薬手帳がないと成分や量などの調整から行う必要があります心身ともに疲れている中 服薬のコントロールがうまくいかず体調を崩す事例もありましたまた災害時には医療スタッフの入れ替わりや避難所の移動などで常に同じ医師に診察してもらうことは困難です先の震災では避難者にはお薬手帳を一人一冊所持してもらい個人カルテとして医療者同士の情報共有ツールとして活用しました お薬手帳は常備しておきましょう災害時だけでなく次のようなもしもの時にもお薬手帳が役に立ちます事故に巻き込まれた時外出先で気分が悪くなった時熱中症で意識がない時服薬をされている方はお薬手帳を携帯しておくことでかかりつけ医や服薬中の薬を確認でき より素早く適切な処置につながります問い合わせ高齢者支援課地域包括ケア・在宅療養推進担当住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況についてお知らせします閲覧状況に関する個人情報についての電話・メールなどによるお問い合わせにはお答えできません 問い合わせ、市民課市民民係、直通電話平成30年10月1日から31年3月31日の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について表です1国または地方公共団体の閲覧請求法第11条。 閲覧年月日請求期間の名称請求自由の概要閲覧に係る住民の範囲閲覧件数の表です「閲覧年月日」12月20日12月21日「請求期間の名称自衛隊東京地方協力本部」「請求自由の概要自衛官等の募集に伴う広報」 閲覧に係る住民の範囲平成9年4月2日から10年4月1日生まれの日本人男女市内全域閲覧件数624件二、2. 個人または法人の閲覧申し出法第11条の2閲覧年月日申し出者の氏名法人の場合はその名称および代表者または管理人の氏名 利用目的の概要閲覧にかかる住民の範囲閲覧件数の項目があります閲覧年月日10月1日申し入れ者の氏名株式会社サーベイリサーチセンター代表取締役藤沢正樹利用目的の概要東京都福祉保健局の委託による シルバーパス利用者等に対する意識調査の対象者抽出のため閲覧にかかる住民の範囲満20歳以上の男女北2丁目及び中2丁目地域閲覧件数80件10月1日株式会社サーベイリサーチセンター代表取締役藤澤正樹 東京都生活文化局の委託によるゼロ・エミッション・東京の実現に向けた自動車利用に関する世論調査の対象者抽出のため満18歳以上の男女泉5丁目地域15件。10月4日株式会社タイムエージェント代表取締役渡辺博行東京都福祉保健局の委託による がん予防検診等実態調査実施の対象者抽出のため満20歳以上の男女青柳1丁目地域25件10月12日一般社団法人新情報センター事務局長平谷慎二総務省統計局の委託による家計消費状況調査の対象者抽出のため 満16歳以上の男女富士見台1丁目及び富士見台2丁目地域ご実験。10月12日一般社団法人新情報センター事務局長平谷信二消費者庁の委託による平成30年度消費者意識基本調査の対象者抽出のため満15歳以上の男女中3丁目地域 25件「11月5日株式会社日本リサーチセンター代表取締役鈴木稲宏内閣府の委託による高齢者の住宅と生活環境に関する調査の対象者抽出のため満60歳以上の男女北二丁目地域20件」「11月5日 株式会社日本リサーチセンター代表取締役鈴木稲 NHK 放送文化研究所の委託によるメディア利用の生活時間調査2018の対象者抽出のため満10歳以上の男女東一丁目地域16 1 1月9日株式会社 RJC リサーチ代表取締役 佐野幸太郎内閣府の委託による成年年齢の引き下げに関する世論調査の対象者抽出のため満16歳から満22歳および満40歳から満59歳の男女青柳1丁目地域21件1 1月27日一般社団法人中央調査者会長大室正夫。 上智大学の委託による第4回家族についての全国調査の対象者抽出のため「二28歳以上の男女東日丁目地域20県12月14日株式会社日本リサーチセンター代表取締役鈴木稲弘、日本銀行の委託による生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出のため」 満20歳以上の男女中2丁目地域15件2月21日一般社団法人新情報センター事務局長平谷晋二総務省統計局の委託による家計消費状況調査の対象者抽出のため満16歳以上の男女ヤホ地域100件3月25日 株式会社ビデオリサーチ代表取締役加藤譲る NHK 放送文化研究所の委託による幼児視聴率調査の対象者抽出のため満2歳から満5歳の男女西日青梅地域二実験表終わり祝日を除く月曜水曜日午前9時から正午と 金曜日午後2時から5時に市役所1階の障害者支援課に手話通訳者がいます問い合わせ障害者支援課手当給付係国立駅周辺整備事業のスケジュールについて JR 国立駅の駅前整備について現在事業を進めています北口駅前広場は平成31年2月に完成し 歩行者の車道横断距離の短縮による安全性の向上や、南口・北口駅前広場が一体的となるよう、コンコース前に広場空間を整備しました。南口においては現在、市有形文化財旧国立駅舎の再築工事を行っており、令和2年4月上旬には、町の魅力発信施設としてオープンする予定です。 写真が二枚あります上、再築工事中の旧国立駅舎下、北口駅前広場写真終わり問い合わせ国立駅周辺整備課国立駅周辺整備担当外壁改修工事に伴い下野保地域防災センターを休館します 司法三月二十日号でお知らせしましたとおり令和元年度の外壁改修工事に伴い一部の施設を休館します下野保地域防災センターの休館期間と予約受付については下記のとおりですまた図書館下野部分室については下野保地域防災センターの休館期間と同日程での併出を予定しています 利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いしますなお今後休館予定の富士見台地域防災センターの受付については時期が近づきましたら司法等でお知らせします外壁改修工事は中止・変更になる場合もあります休館期間10月1日火曜から 令和2年1月20日月曜予定。1月分受付。9月3日火曜受付開始予定。2月分受付。令和2年1月21日火曜受付開始予定。問い合わせ。下野簿地域防災センターについて。町の振興課コミュニティ市民連携係。下野簿分室について中央図書館。 電話576-0161富士見台地域のまちづくりに関わるアンケート調査のお願い市では持続可能なまちづくりを推進するため仮称富士見台地域重点まちづくり構想の策定に取り組んでいます今回東京大学と共同で市民の皆様が日々の暮らしの中で感じている 富士見台地域のさまざまな場所の魅力について評価するためアンケート調査を実施しますいただいた回答をもとに同大学で分析し調査結果を重点まちづくり構想の検討に活用しますまちづくり分野の調査において心理的なアプローチ手法を取り入れた先進的な調査になりますので是非ご協力をお願いします なお市は同大学と富士見台地域まちづくり共同研究の協定を結んでいますアンケート概要実際の富士見台地域の写真および別地域の町並み写真を使い各々の,の,の場所が自分にとってどの程度魅力的に感じるかなどを選択形式で評価していただくとともに富士見台地域の場所に関連するエピソードなどについても ご回答いただきますアンケート回答の所要時間60分程度調査期間8月20日火曜から10月4日金曜対象市内在住・在勤・在学の方アンケート配布・回収場所市役所1階情報公開コーナー3階国立駅周辺整備課北市民プラザ 北号棟南市民プラザ泉2の3の2 1号棟国立駅前国立国分寺市民プラザ北1の1 4の1公民館中1の1 5の1中央図書館富士見台2三3 4回答方法10月4日金曜までに次のいずれかの方法でご回答ください。 ウェブによる回答市ホームページ富士見台地域のまちづくりからご回答ください。用紙による回答アンケート用紙に必要事項を明記し配布場所の回収箱に入れてください。調査員の聞き取り市役所もしくはご指定の場所による回答1氏名2住所 連絡先メールアドレス電話番号「四来庁または訪問の希望日時」丸5「五その他希望などを明記し事前に問い合わせ先の東京大学町づくり研究室までメールでご連絡ください」なお希望日時は複数の提示をお願いします「問い合わせ東京大学町づくり研究室」 メール machi.cd.t.u-tokyo.ac.jp、ok、アットマークドットドットハイフンドットドットまたは市役所国立駅周辺整備課富士見台地域まちづくり担当一般財団法人関東電気保安協会と 災害時における仮設電力供給支援等に関する協定を締結しました7月17日市では一般財団法人関東電気保安協会と災害時における仮設電力供給支援等に関する協定を締結しました本協定により災害時や大規模停電が発生した場合避難所の施設等の電気設備における 初期対応業務や同協会会員が所有する仮設電力としての小型発電機等の貸し出しの支援協力を受けられるようになります今後についても他の事業者との協定締結に向けて引き続き検討を行っていきます詳細は市ホームページ防災をご覧ください写真一般財団法人関東電気保安協会の皆様と 長見和夫市長中央説明長見市長を中心に左右に二人ずつの男性が立っている写真です写真終わり問い合わせ防災安全課防災消防係防災行政無線の情報伝達訓練を実施全国瞬時警報システム J アラートの 全国一斉情報伝達訓練を行います防災無線から「これは J アラートのテストです」と3回繰り返し「こちらは防災国立です」と放送します日時8月28日水曜午前11時ごろ問い合わせ防災安全課防災消防係方法掲示板をご利用ください。 市内50カ所にあります費用無料市では市政情報を市民の皆様に広くお知らせすることを目的として市内50カ所に広報掲示板を設置していますこの掲示板は掲示可能なスペースがあれば市民の方などもご利用いただけます掲示できる掲示物次のすべての項目に該当するもの 公益を目的とした集会行事催し物等の告知のために掲示するものサークル等のメンバー募集は不可掲示物の表面に催し物等を主催する団体名と連絡先が明記してあるもの開催場所が東京都内であるもの開催日が限定されているもの毎週曜日は不可 A4 サイズ以内のもの掲示できない掲示物次のいずれかの項目に該当するもの公の秩序および善良な風俗を乱すもの政党活動宗教活動または営利を目的とするもの営利を目的とする事業所が主催する当該事業所の業務に関連するもの 刑事期間14日以内なお市の掲示物は掲示期間に14日間の制限を設けていません同じ内容の掲示物を再度掲示する場合は前回の掲示終了日の翌日から14日間以上の間隔が必要です申請方法市役所2階31番窓口の 市長室広報校長係に。掲示を希望する枚数分の掲示物をご持参ください。窓口で申請書にご記入いただきます。申請書は市ホームページ。広報掲示版使用申請書件許可書からダウンロードできます。注意事項。掲示物は掲示期間最終日の翌日から。 原則3日以内に撤去してください催し物の開催などで参加者1人当たり1,000円以上の参加費などを徴収する場合は次の1から3のいずれかをお願いします ① 申請書裏面に収支予定内訳を記載する2収支予定内訳書様式自由を提出する3 市の教材または公演名義承認書を提出する掲示物の内容によっては刑事可否の決定を後日に連絡する場合がありますなお広報掲示板の使用に関する規定の詳細は問い合わせ先までお問い合わせいただくか市ホームページ申請書ダウンロード内の広報関係のページをご覧ください写真 市が設置している掲示板には、国立市広報掲示板と記載があります。市の広報掲示板の写真です。写真、終わり。問い合わせ、市庁室広報校長係。令和元年度第四回国立市子ども総合計画審議会。8月27日火曜午後7時から9時。 市役所1階東臨時事務室問い合わせ児童青少年課児童青少年係。九月はシルバーパス一斉更新の時期です。現在お持ちの東京都シルバーパスの有効期限は九月三十日月曜までです。対象の方には八月下旬に問い合わせ先より更新に必要な書類等のお知らせと。 更新申込書、会場案内書が自宅に郵送されます。市内の更新手続き等の会場は、次の通りです。更新を希望される方は、手続きを行ってください。なお、新規の方は、10月以降の手続きとなります。表令和元年度シルバーパス更新会場と、更新日時の表です。時間は、 各日午午前時時から午後3時です市民芸術小ーホール富士見台2の48の19月2日月曜から5日木曜国立駅前国立国分寺市民プラザ北1の14の19月9日月曜10日火曜福祉会館富士見台2の38の53階中会議室は 9月11日水曜から13日金曜4階大ホールは9月27日金曜北市民プラザ第1第2会議室北3-1-19号棟9月19日木曜20日金曜26日木曜南市民プラザ会議室泉2-3-21号棟9月25日水曜 表終わり問い合わせ東京バス協会電話03-5308-6950 10月1日火曜より年金生活者支援給付金制度が始まります年金生活者支援給付金は公的年金等の収入や所得額が 一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するために年金受給者の年金に上乗せして支給される制度です。対象「老齢基礎年金を受給している方」65歳以上で世帯員全員の市民税が非課税で年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下の方。 障害基礎年金遺族基礎年金を受給している方前年の所得が約462万円以下の方請求手続き平成31年4月1日以前から年金を受給している方対象となる方に日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。同風の 年金生活者支援給付金請求書に記入しはがきに記載の住所へ郵送してください平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方年金の請求手続きと合わせて先の「1」か「2」で請求手続きを行ってください「1立川年金事務所」電話5「5 2 3の0 3 5 2 2市役所市民課国民年金係問い合わせ給付金専用ダイヤルナビダイヤル「0 5 7 0零0 5四4 0 9 2注意日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。 国民健康保険・被保険者証を郵送します10月から2年間有効の国民健康保険・被保険者証を9月下旬までに加入者世帯主宛に簡易書き留め郵便・転送不可で郵送します問い合わせ先の窓口で直接受け取りを希望される方は現在の国民健康保険・被保険者証世帯全員分と 本人確認書類をお持ちの上、八月二十七日火曜から三十日金曜の間に。問い合わせ先まで直接お越しください。問い合わせ、健康増進課、国民健康保険係。直通電話、五七六の二一二四。映画上映会、ピア、街をつなぐもの、開催。 費用無料市では医療介護が必要になっても安心して住み続けられるまちづくりの実現を目指し切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進しています映画「ピア」は若手医師が悩みながらも懸命に在宅医療という高齢化社会の大きな課題に取り組んでいく感動の物語です本作品を通してこれからの地域医療 介護や看取り在宅などで安心して療養できる環境や支援について一緒に考えてみませんか日時9月27日金曜午後6時30分から8時30分会場6時場所市民芸術小ーホール富士見台2-48-1対象市内在住在勤在学の方小学生以上 定員200名、申し込み先着順申し込み8月26日月曜より問い合わせ先まで電話でお申し込みください受付時間午後1時から4時映画「ピア」のポスターの写真があります主催問い合わせ国立市在宅療養推進連絡協議会事務局電話569-6213 健康講座ご近所さんでレッツゴー開催申し込み不要費用無料ご近所の通いやすい会場で一緒に運動をしませんか椅子に座ったまま行う無理のない動作が中心ですお好きな会場日程を選んでご参加ください地域ぐるみで健康寿命を延ばしましょう内容 運動指導員等による運動1時間程度暮らしに役立つ講話15分程度場所日時表をご覧ください場所日程各日金曜日時間の表です場所国立園泉3-1-6日程各日金曜日9月6日10月4日11月1日12月6日 時間午前10時から11時30分下矢保地域防災センター矢保50669月6日午後2時から3時30分市役所1階東臨時事務室10月4日11月1日12月6日午後2時から3時30分中地域防災センター中2の10の7 改修工事のため、12月13日より通常開催。午前10時から11時30分。北福祉館、北2-19-1。9月20日、10月18日、11月15日、12月20日。午前10時から11時30分。西福祉館、西2-17-32。9月20日、10月18日。 11月15日12月20日午後2時から3時30分南市民プラザ泉2-3-21号棟9月27日10月25日11月22日12月27日午前10時から11時30分東地域防災センター東1-13-139月27日 10月25日、11月22日、12月27日、午後2時から3時30分。表、終わり。なお、中地域防災センターは改修工事のため、9月から11月は休みです。下野保地域防災センターの改修工事により、10月から12月は市役所で実施します。対象 65歳以上の市民の方または教室を支援してくださる40歳以上の方持ち物飲み物タオル動きやすい服装東地域防災センターへは上履きをお持ちください。問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内直通電話576-2123 ちょっっっとだけでもも気楽になてて帰ってもらう第38回日だまりの会開催費用無料認知症の方の介護について日頃の思いをお話ししてみませんか初めての方もぜひお越しください内容一介護老人保健施設国立青柳園のスタッフによる排泄ケアの講話二 ミニグルーーープに分かれてのフリートーク日時9月13日金曜午後1時30分から3時場所市役所3階第1第2会議室対象認知症の方の介護をされている方なお認知症のあるご本人も一緒に参加を希望される場合は問い合わせ先までご相談ください飲み物をお持ちください申し込み 8月21日水曜より問い合わせ先まで電話または直接お申し込みください問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内直通電話第8回矢川祭りサマーデイズナイト開催申し込み不要雨天決行 年々盛大になっていく矢川祭りサマーデイズナイトを今年も開催しますすっかり恒例となった阿波踊りは圧巻のパフォーマンス商店街を歩行者天国にして好評の焼きそばやかき氷はもちろんお子さん向けの的当てゲームやヨーヨー釣りなど模擬店もいっぱい各商店からの出し物もご期待ください日時9月7日土曜午後4時から 九時。場所。八川メルカード商店街。富士見台四の二十三の七。周辺。八川祭りのポスターの写真があります。問い合わせ。八百屋大松。電話。五七六の。零八零零。担当。日原。青柳ルートの愛称が。青柳っ子に決定。 コミュニティワゴン青柳ルート利用促進協議会では4月から本格運行を開始している市内のコミュニティワゴン青柳ルートについて愛称や車両デザインの検討などを進めてきましたそして6月には最終的に絞られた愛称候補の中からルート沿線にお住まいの方や矢川メルカード商店会の方に投票いただき 計票が集まりまりしたその結果最も得票数の多かった「青柳っ子を愛称として決定しました今後は車両のデザインについて検討を進め9月9日月曜から新車両での運行を予定していますなお新車両は9月7日土曜に開催予定の矢川メルカード商店会イベント「サマー・デイズ・ナイト」で展示する予定です 詳細は、八川メルカード商店会フェイスブックをご覧ください。問い合わせ、道路交通課、交通係。おもちゃ病院がやってくる。9月7日土曜午前10時から午後2時。申し込み不要。場所・問い合わせ。西児童館、西一の十二の二十六。電話。 コンビニ交付の停止日についてメンテナンス作業のため次の日時は利用ができません利用停止日時8月25日日曜午前10時から午後11時問い合わせ市民課市民係直通電話576-2117 8月31日土曜は野菜の日野菜をおいしく食べて健康になろう市内の公立保育園私立小中学校では8月31日土曜の野菜の日に合わせ30日金曜に野菜の栄養とおいしさを改めて知っていただくための機会として夏野菜を多く使った献立の給食を提供します「野菜の日の共通献立」。 夏野菜キーマカレー、夏野菜サラダ野菜の日のこんだてに使用する野菜トマト、リコピンが豊富で紫外線が原因の肌へのダメージを回復する働きがありますオクラ、ネバネバの成分が腎臓や胃腸の働きを助けます他にもナス、ズッキーニ、ピーマンなど旬の野菜を使用します なお夏野菜カレーの作り方を市ホームページ給食レシピ集で紹介しています他にも学校給食で人気のメニューの作り方を多く紹介していますぜひご覧ください食育リーフレットのご紹介食育リーフレット食べよう国立野菜を作成しました今年度実施の三歳児検診で配布していますまた8月下旬に 市内の公立保育園、私立小学校で、このリーフレットを配布します。リーフレットの内容は、市ホームページ、食育リーフレットを作成しました。でも公開しています。食育リーフレット、食べよう国立野菜の表紙の写真があります。問い合わせ、こんだてについて、保育園、八川保育園、電話575-3177。 小学校第1給食センター電話572-4177中学校第2給食センター電話575-7855「食べよう国立野菜リーフレット」について「子育て支援課子ども保険発達支援係保健センター内」「電話574-3311」 ひとり親家庭やお子さん保護者に障害のあるご家庭の方へひとり親家庭やお子さん保護者に障害のあるご家庭については児童扶養手当特別児童扶養手当児童育成手当ひとり親家庭等医療費助成などの手当助成制度がありますそれぞれ所得制限限度額が定められており 今まで所得制限等により非該当となっていた方でも、令和元年度、平成31年度所得等によっては該当となる場合がありますのでご確認ください。詳細は市ホームページ子育て支援ページ内のひとり親家庭の方へ障害をお持ちのお子様のページをご覧いただくか問い合わせ先までお問い合わせください。問い合わせ。 子育て支援課子育て支援係面会交流養育費に関する個別相談会開催費用無料別居や離婚に際し面会交流の方法や養育費の額お子さんの将来のことなど夫婦で話し合って決めておくべきことが数多くあります。お子さんの今後に向けて 専門家がご相談に応じるこの機会をぜひご活用ください日時9月25日水曜午後1時から4時1人30分対象市内在住で未成年のお子さんがおり面会交流や養育費について相談を希望される方定員6名申し込み先着順申し込み8月20日火曜より 問い合わせ先まで電話または直接お申し込みください「場所」「問い合わせ」「子育て支援課子育て支援係」「市役所1階20番窓口」市立「私立一律保育園主催」「あそぼう会園庭等開放」「大きくなあれ身体測定開催」「費用無料」 親子で財園児と一緒に楽しいひとときを過ごしませんか?」。「場所電話番号内容開催日仲良し保育園富士見台2-46電話572-8011」「園庭遊び大きくなあれ」「9月5日木曜午前9時30分から11時」「西保育園富士見台3-45-1」45 1 電話7 7園庭遊び9月9日月曜午前10時から11時共通事項対象就学前のお子さんと保護者の方定員各園15組申し込み先着順持ち物身体測定を希望される方は母子手帳とバスタオルと替えおむつなお子育て相談は毎回実施します。 駐車場はありません「申し込み問い合わせ平日午前9時から午後5時に参加を希望される保育園まで電話でお申し込みください」「いやママ企画お話し会先輩ママに聞きたい小学校入学前に知りたいこと開催」「申し込み不要費用無料」「入学予定の小学校ではどんな行事があるの?」 PTA とはなど入学後の生活はなかなか想像できませんねそこで各私立小学校の現役ママたちが疑問にお答えします同じ学区の小学校にお子さんを通わせている先輩ママたちの生の声を聞いてみませんか日時対象校9月20日金曜第2第4第6第8小学校 10月11日金曜第1第3第5第7小学校いずれも午前10時30分から11時45分です場所市民芸術小ーホール音楽練習室富士見台2-48-1対象私立小学校への入学をお考えのご家族保育はありません問い合わせ子ども家庭支援センター 電話「楽しい子育てプログラム開催」「費用無料保育付き」「うちの子はどことなく他の子と違う」「どう接したらいいの?」「何度言っても聞いていないように見える」などお子さんをこのように感じたことはありませんか 一人一人違うお子さんの個性や特性に合った子育てを見つけるのは簡単ではありません。しかしそれができたら子育てはもっと楽しく感じられることでしょう。お子さんの健やかな成長を支えるためのコツを一緒に見つけましょう。日時9月17日24日10月1日8日15日いずれも火曜日午前10時から正午場所 保健センター富士見台3の1 6の5対象市内在住の2歳以上の未就学児の保護者の方定員8名5日間参加できる方を優先に申し込み先着順申し込み8月22日木曜から9月6日金曜に問い合わせ先まで電話でお申し込みください保育5名程度申し込み先着順 右の申し込みの期間内に、問い合わせ先まで電話でお申し出ください。問い合わせ、子育て支援課、子ども保険発達支援係、保険センター内。電話、574-3311。子育て講座、兄弟の子育て開催。費用無料、保育付き。 子育てをしていると悩むこと困ることがたくさんありますよね一人でも大変なのに二人目が生まれるとさらに思った通りにことが進まなくてんてこまいの毎日ではないでしょうか年齢の違う子供を前に悩んでいる方是非ご参加ください講師の話からヒントが見つかるかもしれません日時10月1日火曜午前10時から正午場所 市民芸術小ーホール地下音楽練習室富士見台2-48-1講師大河原美依氏東京学芸大学教授公認心理師臨床心理師対象市内在住で兄弟を子育て中の方うち1人は2歳から5歳定員20名申し込み先着順保育15名9ヶ月から3歳 8ヶ月までのお子さんは抱っこで受講可能申し込み8月23日金曜午前10時より問い合わせ先まで電話または直接お申し込みください問い合わせ子ども家庭支援センター富士見台3-21-1電話573-0192 司法国たちの音訳版と展示版をご利用ください市では目の不自由な方や文字が読みにくい方のために司法国たちの音訳版を市ホームページに毎号を掲載しています市ホームページ・司法国たちのページ内に司法音訳版サイト、外部の動画配信サイト YouTube へのリンクが各号ごとにありますのでぜひご利用ください また、司法の展示板も次の施設内でで閲覧できます司法展示板の設置場所市役所1階情報公開コーナー公民館中1 15 1 5 1中央図書館富士見台2 3 4北市民プラザ北3 1 1 9号棟南市民プラザ泉2 3 2 1号棟 国立駅前、国立国分寺市民プラザ、北1-14-1国立市社会福祉協議会、富士見台2-38-5東京都多摩障害者スポーツセンター、富士見台2-1-1東京都心身障害者福祉センター多摩支所、富士見台2-1-1国立市障害者センター 富士見台なお司法の翻訳版および展示版は司法の発行日から数日後にご用意します「問い合わせ」「市長室広報校長係」「カンガルー広場」「地域カンガルー広場は」は2学期は9月5日木曜から再開します「問い合わせ」「中央児童館」「電話」「 五七五の三二二四。健康な。申し込み問い合わせ、健康増進課保健センター。電話五七二の六一一一。ご注意。保健センターへ検診等でお越しの際は。車での来所はご遠慮ください。がん一次検診。 受診日時点で国立市民の方が対象です費用が無料の検診からです検診日・期間・検診の種類・記号・定員・検診会場の順に読みます10月9日水曜胃がん・あ・10名肺がん・い・10名胃がん・肺がん・う・40名 10月21日月曜胃がん A10 名肺がん O10 名胃がん肺がんか40名以上の検診会場は東京都がん検診センターです10月26日土曜胃がん K10 名肺がんく1 0名胃がん肺がんけ4 0名検診会場は 国立市保健センターです10月9日水曜21日月曜26日土曜記号あからけに大腸がん検診を追加する場合大腸がんセット記号こ上記あからけにこを追記してください例としてあこ検診会場は東京都がん検診センター なお、26日土曜の検診に大腸がん・子を追加する場合は、検診会場は国立市保健センターです。以上の対象者は、40歳以上、胃がんのみの方は35歳以上です。毎年4月から翌年3月の間に1回、市で前回がん検診を受診した方は10ヶ月以上の間隔を空ける。 胃がんはバリウムを飲み X 線検査、肺がんは胸部 X 線検査、大腸がんは便鮮血検査になります。肺がん検診の付加検診、核炭検査、下記に該当し希望する方、50歳以上でタバコの喫煙指数が600以上の方、現在は禁煙しているが、過去に喫煙していた方も含む。喫煙指数は、 一日の喫煙本数×喫煙年数。例として二十本×三十年は六百。次に乳がん検診です。十月七日月曜さ二十四名。十月二十一日月曜し二十四名。検診会場は東京都がん検診センター。対象者は四十歳以上の女性、二か年に一回。 前年度未受診の方費用は一部自己負担金2000円試食診プラスマンモグラフィー検査になります以下、定員のない検診です乳がん検診令和2年2月29日土曜まで記号数対象者は40歳以上の女性2か年に1回前年度未受診の方 立川市内の指定医療機関一部自己負担金2,000円単独の大腸がん検診令和2年3月31日火曜まで記号「せ」対象者は40歳以上国立市内の指定医療機関費用は無料です胃がんリスク検診令和2年2月29日土曜まで記号「そ」 令和2年3月31日火曜時点で50歳から59歳で今まで受診したことがない方国立市内の指定医療機関一部自己負担金500円以上の乳がん検診は試食診プラスマンモグラフィー検査大腸がん検診は便鮮血検査胃がんリスク検診は採血検査になります。 申し込みから二週間程度で受診に必要な書類を郵送しますので。届きましたら指定医療機関に予約して受診してください。最後に申し込み不要の子宮頸がん検診。九月三十日月曜まで。対象者は二十歳以上の女性で西暦奇数年の七月から九月生まれの方。検診会場は市内の産婦人科医院。 岡産婦人科、内野産婦人科、甲野レディースクリニック費用は無料です健康保険証を持参し、市内の産婦人科医院で直接受診してください生歴偶数年生まれの方は来年度対象となりますなお、内野産婦人科、甲野レディースクリニックは予約が必要です申し込み方法 眼検診の電話申し込み相談を受付中電話505-7030平日午前8時30分から午後5時9月2日月曜日着までに次の一から三のいずれかの方法で保健センターまでお申し込みください一はがきメールファクスで先のはがき裏面の記入例の必要事項を記入し 保健センターまで送付メール・ファクスの送付先は下記のメールアドレス・ファクス番号。2電話で申し込み上記のがん検診の電話番号に先はがき裏面の記入例の必要事項をお伝えください。3市ホームページがん検診内にある申し込み用フォームに必要事項を入力。記号、 す、そは対象者であれば申し込まれた方全員が受信可能です。抽選はありません。なお、記号す、せ、その申し込みは、上記の筆着にかかわらず、す、そは令和2年2月3日月曜、せは令和2年3月2日月曜までであれば、いつでも受け付けています。メールアドレス。 G. A. N. K. E. N. S. H. I. N. C. I. T. Y. K. U. N. I. T. A. C. H. I. ドット。L. G. J. P.。ファクス。五七四の三九三零。はがきの記入例です。はがき表面。郵便番号一八六の零零零三。国立市富見台三の十六の五。 健康増進課保健センター宛はがき裏面丸1がん検診受診希望丸2氏名振り仮名性別丸3生年月日年齢丸4住所電話番号丸5希望する検診の記号複数記入化なお同一種類の検診で複数の検診日のうちいずれでも良い場合は 2つから3つの記号と、いずれもかと記入。丸六、核単検査を希望する場合、50歳以上の方は、鼻孔を参照して、喫煙指数〇〇〇とお書きください。はがき記入例、終わり。申し込み多数の場合は、抽選となります。前回落選された方を優先。上記、あからしの抽選結果は、 締め切り日のおおよそ1週間後に郵送でお知らせします。職場などで受診の機会がある方はご遠慮ください。一部自己負担金は生活保護世帯、中国残留法人支援給付世帯の方は無料です。注意事項次の方は受診できません。前回の検診で要精密検査となり、 まだ精密検査を受診されていないな方、精密検査で異常のあった方経過観察中の方子宮を全摘出された方子宮頸がん検診のみ服薬中の薬病歴体調によっては受診できないことがありますその他の検診および講座 保健センター電話572-6111子ども保険発達支援係電話574-3311受付時間平日午前8時30分から午後5時富士見台3-16-5保健センター内9月の乳幼児健康審査費用無料場所保健センター 乳児産婦、令和元年5月生まれ1歳6か月時以下歯科平成30年2月生まれ2歳児歯科平成29年8月生まれ3歳児以下歯科平成28年8月生まれいずれも母子健康手帳問診票健康保険証をお持ちください対象者には個別に通知しています まだ届かない方は子ども保険発達支援係までお問い合わせください。当時歯科相談費用無料。一歳前後から未就学の方に歯科健康診査相談を実施します。日時9月5日19日いずれも木曜日。場所保険センター。申し込み。 電話で子ども保険発達支援係まで育児相談申し込み不要費用無料育児についての栄養や保険の相談歯科衛生士による歯のケアについての講話を実施します日時9月6日金曜午前10時から11時午後1時15分から2時15分場所保健センター 持ち物母子健康手帳一歳未満のみバスタオル楽しくスタート離乳食初期講座費用無料離乳食初期の教室です試食もできます日時9月6日金曜午後1時15分から1時45分場所保健センター対象 概ね5ヶ月から6ヶ月のお子さんの保護者定員30組保育はありません申し込み3ヶ月から4ヶ月健診時に申し込みを受け付けます転入の方や3ヶ月から4ヶ月健診を未受診で受講を希望される方は電話で「子ども保険発達支援係」まで「離乳食フェア」 申し込み不要、費用無料7ヶ月時以降の離乳食の試食や展示を行います日時9月6日金曜午前10時30分から11時30分午後1時30分から2時30分場所保健センター問い合わせ子ども保険発達支援係1歳のための教室費用無料 1>, 1歳児の成長について地域の幼稚園にお話を聞きに来ませんか内容保健師による講話心と体の発達管理栄養士による講話賢くたくましく育つ食事のお話日時9月18日水曜午前10時から11時30分場所国立学園附属片場幼稚園中2-6対象 市内在住の1歳前後生後10ヶ月から1歳4ヶ月のお子さんと保護者定員15組申し込み先着順保育はありません申し込み8月21日水曜より電話で子ども保険発達支援係まで健康栄養相談費用無料 血圧血糖コレステロール中性脂肪が高めの方などへ管理栄養士保健師が相談に応じます日時9月4日18日いずれも水曜日場所保健センター申し込み電話で保健センターまでスマートライフ健康相談費用無料国立市の 国保特定検診を受け、受診結果が基準値を超えた方に、スマートライフ健康相談、特定保険指導のご案内を郵送しています。生活習慣病の予防や重症化を防ぐための食事や運動の取り入れ方を個別にお伝えします。日時、9月3日火曜、27日金曜、上記以外の日程を希望される方は、 保健センターまでご相談ください申し込み電話で保健センターまで成人歯科健康審査費用無料7月から9月生まれの40歳以上の方に6月末に歯科検診診受券を郵送しています年度内に75歳以上になる方には航空機能検査も実施します。 受診期間9月30日月曜まで場所成人歯科健康審査実施医療機関なお受診券を紛失された方や転入などでお持ちでない方は問い合わせ先まで事前に申請してください受診券を交付しますなお 訪問による成人歯科健康診査を希望される方は。国立市歯科医師会電話五七七の。零四一八までお問い合わせください。問い合わせ保健センター。肝炎ウイルス検診費用無料。B. 型肝炎ウイルス。C. 型肝炎ウイルスから起こる肝炎は。 肝肝変や肝臓癌へ移行する特徴があります。また感染していても症状が軽くて気づかなかったり症状が出ないことがあるので普段から検査をすす。ることが大切です昭和55年3月31日以前の生まれ令和2年3月31日以内に40歳以上で一度も検診を受けたことがない方は身分証をお持ちの上 問い合わせ先までお越しください。検診に必要な受診券を発行します。令和元年度中に40歳になる方で、国民健康保険に加入している方には、特定検診のご案内の際に、肝炎ウイルス検診の受診券を同封していますので、ご利用ください。問い合わせ保健センター日曜・祝日の応急診療は、 以下、休日診療センター富士見台3の1 6の6電話5 7 6の2 3 4 1午前10時から午後4時30分午後6時から9時歯科さくら休日歯科診療所富士見台3の1 6の1 7電話5 7 7の0 4 1 8午前10時から午後4時30分 受診の際は保険証を忘れずに。お知らせ納期内納入にご協力ください。介護保険料・後期高齢者医療保険料第2期分と、保育料・学童育成料8月分の納期限は9月2日月曜です。納入には便利な口座振替をご利用ください。 問い合わせ、高齢者支援課介護保険係直通電話576-2122健康増進課後期高齢者医療係直通電話576-2125児童青少年課保育幼稚園係直通電話576-2427児童青少年係 都営住宅地元割当シルバーピアー入居者募集募集する住宅シルバーピアー高齢者集合住宅単身者向け3個北3丁目第22個泉2丁目1個資格1申込者が65歳以上であること丸2 申込者本人が都内に引き続き3年以上居住しておりかつ申込時に国立市に居住していることが住民票の写しで証明できること丸三、所得が定められた基準内であること丸四、住宅に困っていることそのほか詳細は募集のご案内をご覧ください申込書募集のご案内配布期間 8月22日木曜から29日木曜配布場所市役所1階市民課窓口平日午前8時30分から午後5時市役所1階警備室前平日午後5時から10時と土曜日曜日北市民プラザ北3119号棟午前8時30分から午後7時 火曜日は午後5時まで土曜日曜日は午前9時から南市民プラザ泉2-3-21号棟午前9時から午後7時火曜日は休館国立駅前国立国分寺市民プラザ北1-14-1午前8時30分から午後10時土曜日曜日は午前9時から申し込み方法 9月4日水曜までに問い合わせ先に郵送で届いたものに限り受け付けます。問い合わせ郵便番号186の8号01富士見台2の47の1市民課市民係直通電話576の2117全国一斉子どもの人権百問番教科週刊実施 子供の皆さんへ。費用無料。いじめを受けて学校に行きたくない。親から虐待されている。でも先生や親には言えない。誰に相談していいかわからない。もしもそんな苦しみを抱えていたら、一人で悩まずに下記へご相談ください。お話を聞いて一緒に考えます。相談内容の秘密は守ります。日時。 8月29日木曜から9月4日水曜、月曜から金曜日、午前8時30分から午後7時、土曜日曜日、午前10時から午後5時。なお、教科週間以外にも、平日午前8時30分から午後5時15分に相談を受け付けています。電話相談担当者、人権擁護委員、 東京法務局人権擁護部職員相談電話番号フリーダイヤル全国共通番号0120-007-110問い合わせ東京法務局人権擁護部第2課電話035213-1234 元不明相談所開設費用無料今すぐに返してあげたい家族のもとに行方不明になられている方がいましたら是非ご相談くださいまた探している方の写真などの資料がありましたらお持ちください日時場所19月1日日曜から30日月曜午前9時から午後4時警視庁本部1階 身元不明相談室生活安全総務課生活安全相談センター千代田区霞が関2-1-129月23日月曜午前10時から午後4時玄武山夫妻寺立川市柴崎町4-20-46なお各警察署でも相談に応じます問い合わせ 警視庁監視課身元不明相談室電話零三三五九二の二四四零警視庁生活安全総務課生活安全相談センター行方不明相談係電話零三三五三二の零零九八無料不動産相談会開催申し込み不要費用無料 日時、9月7日土曜午前10時から午後4時場所 JR 国立駅南口多摩信用金庫国立支店中1九9五5 2前問い合わせ公益社団法人東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部事務局電話0 4 2三3 2 3四4 9 0 0 第13回ハミカップ参加者・参加施設募集費用無料ハミカップは、障害のある方の歯と口の健康づくりを応援するイベントです。障害のある方や障害者施設を対象に、歯磨きや検診、歯と口の健康づくりのための工夫などの取り組みを募集しています。応募方法 9月13日金曜までに応募用紙問い合わせ先のホームページからダウンロードできますに記入し問い合わせ先までファクスまたは郵送でお申し込みください発表表彰式日時10月17日木曜午後1時30分から3時場所市民総合体育館富士見台2-48-1 参加者全員にプレゼントがあります主催「ハミカップ実行委員会」「問い合わせ」「郵便番号1 9 0の0 0 2 1立川市羽衣町 2−63」「多摩立川保健所保健医療担当」「電話」「5 2 4の5 1 7 1ファクス」「5 2 8の2 7 7 7ホームページ」「 htp t コロンスラッシュスラッシュ ww.fu kushi、ok、h o k en.me t r o.to kyo.jp スラッシュ t hc スラッシュ re p o rt スラッシュ ha m i c u p.html たま TAMA 市民塾・市民講師募集多摩市民塾は、一般公募による講師とボランティア市民のスタッフ、そして塾生の共同により企画運営され、多摩地域30市町村の市民を対象に講座を開催しています。この度、多摩市民塾の市民講師を募集します。資格・原則多摩地域に在住・在勤・在学の方 場所原則多摩交流センター府中市寿町1の5の1府中駅北第二庁舎6階募集期間9月17日火曜まで申し込み方法募集案内の内面市民講師応募用紙に必要事項を記入し問い合わせ先まで郵送または直接お申し込みくださいなお詳細は募集案内パンフレット または問い合わせ先のホームページをご覧ください。問い合わせ郵便番号一八三の零零五六府中市ことぶき町一の五の一府中駅北第二庁舎六階多摩交流センター内多摩市民塾講師募集係電話零四二三三五の零一一一 土曜・日曜祝日を除く午前9時から午後4時ホームページ http://www.tama-100.or.jp/ 滝野川学園農業祭開催申し込み不要内容模擬展 焼きそば、焼き鳥フランクフルトかき氷など屋台ゲーム射的くじ引きなど盆踊り作品販売など日時8月23日金曜午後5時30分から7時30分雨天中止場所滝野川学園職員住宅前矢川3の1 6の1なおすべて現金での販売となります。 当日は駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮ください。問い合わせ、社会福祉法人滝の川学園農業祭。電話573-3950、広報担当、林。こだわりの東京都物産展、東京の美味しいもの、取れたので見つけよう、開催。 採れたて野菜とこだわり物産のお店採れたので販売している東京都の物産をもっと知っていただきたいという思いから試食が楽しめる物産展を開催します1日限りの開催ですぜひお越しください日時9月10日火曜午前10時から午後4時場所藤見台1丁目集会所藤見台1-8-4問い合わせ とれたて野菜とこだわり物産のお店とれたの。電話五七三の三四四四。メール。T. O. R. E. T. A. N. O. a t m a r k G. M. A. I. L. C. O. M.。他方、アッー富士見台ジャズビアガーデンの夕べ開催。ステージでは本格ジャズバンドや学生バンドによるライブ。 ビアガーデンでは、世界のビールの販売や商店街のお店がたくさん出店します。子供向けの楽しい企画もあります。夏の最後の夜に、ぜひ白熱のジャズライブをお楽しみください。日時、8月31日土曜午後3時から8時30分、雨天決行、場所、卵広場、富士見台1-7-1、第一団地1号棟前、 問い合わせ富士見台名店街ムッサ21商店街電話576-2828メンズヘアードーズ図書館カレンダー中央図書館北市民プラザ図書館の休館日9月3日10日17日24日いずれも火曜日開館時間 中央図書館午前9時30分から午後7時土曜日曜祝日は午後5時まで北市民プラザ図書館午前9時30分から午後5時祝日を除く水曜日は午後7時まで各分室の開出日時間です下矢ぼ月金午後2時から5時臨時開出日9月14日土曜28日土曜 南市民プラザ、月、水、木、金、午後2時から5時。土・日、午前10時から午後5時。青柳、水、金、午後2時から5時。臨時開出日、9月29日日曜。東、水、木、日、午後2時から5時。金、土午前10時から午後5時。矢保東、水、金、 午後2時から5時。月曜日から金曜日の各分室開出日が祝日等と重なった場合はお休みです。問い合わせ。中央図書館電話576の0161。北市民プラザ図書館電話580の7220。みんなの伝言版。 市内を拠点とする団体等のイベント、催し物に限ります。政治、宗教活動、営利目的に関するものは除く。掲載内容については各団体へお問い合わせください。各項目にグループの印をつけました。喉トれ教室、声を出して体の中から元気になろう。ご縁防止にも。日時、 9月10日火曜14時から15時費用700円ところ申し込み問い合わせ YMCA 西東京センター電話042577-6181初心者大歓迎水泳初心者から上級者久しぶりの方も楽しくどうぞ日時8月23日金曜 三十日金曜、九月六日金曜、十三日金曜、十時から十二時。ところ、総合体育館室内プール。費用、月三千円、体験あり。問い合わせ、アクアカモメ、電話、五七四の八六三三、梶原。世界の民族太鼓等を楽しく叩いて、すっきりと体験。 日時、9月2日月曜30日月曜10月7日月曜いずれも13時30分から15時ところ郷土文化館行動費用1回1100円問い合わせ「たたいて健康」電話0803404の0808「工事脳機能障害者と家族の会」 多摩支部懇談会日時9月7日土曜午後1時30分から4時30分ところ東京都多摩障害者スポーツセンター2階第1集会室 C なお会員以外も参加可能です問い合わせ電話528-2263日原ダンスパーティー6名会へのお誘い日時 8月25日日曜9月15日日曜13時から16時費用初回500円次回300円ところ福祉会館サークルご案内8月22日木曜29日木曜18時から初心者歓迎問い合わせ電話576-1367細田 国立高校公開講座「中学生のための楽しい理科教室」日時10月26日から12月14日土曜日午後2時から5時全5回対象中1中2の都民費用1,500円申し込み8月30日金曜までに電子申請か往復はがきなお詳細は本校ホームページ 問い合わせ電話5 7 5 0 1 2 6未就園児園庭開放と体験保育エプロンシアター運動遊び等を行います日時9月10日火曜午後2時30分から4時30分雨天開催申し込み不要ところ問い合わせ国立学園付属片場幼稚園電話 572-4776令和2年度の入園説明会開催。お子様もご一緒にいらしていただいても構いません。先生たちみんなで待っています。日時、9月7日土曜10時から11時。ところ、申し込み、問い合わせ。ママの森幼稚園、電話572-3911。57 特定生産緑地制度についての通知及びアンケートのお願い平成4年から6年に生産緑地として指定された土地を所有している方へ指定から30年が経過する土地の通知を8月下旬に郵送しま,すまた特定生産緑地制度についてのアンケートも同封していますのでご記入の上同封されている返信用封筒にて 9月20日金曜当日決心有効までに問い合わせ先まで必ず返送してください本制度の概要やご不明な点などは問い合わせ先までお問い合わせください問い合わせ都都市計画課都市計計画画課係バックナンバーや昔の情報を探したい方は必見 司法がデジタルブックでご覧いただけます司法国立のバックナンバーをデジタルブックでご覧になってみませんかパソコンやスマートフォンなどで実際に紙をめくるように読むことができますまたブックマーク機能や全文検索機能もあるほかスマートフォンなどでアプリをインストールしてもご覧いただけますデジタルブックは司法ムページ 国立デジタルライブラリーからご覧になれますのでぜひアクセスしてみてくださいデジタルブックの公開ページの写真があります問い合わせ視聴室広報校長係企業の PR や商品等の紹介に司法国立や市ホームページに有料広告を掲載しませんか 市では司法国立と市ホームページにそれぞれ有料広告の掲載スペースを設けて市内外の多くの事業者様などの企業 PR や商品紹介などにご利用いただいています申し込み方法など詳細は市ホームページ広告募集をご覧ください1司法国立への広告掲載について「掲載号掲載ページ」 毎月5日号20日号の8面毎号6枠掲載サイズ1枠縦 4.5cm× 横 7.8cm2 枠縦 4.5cm× 横 16cm3 枠縦 4.5cm× 横 24cm なおクーポン割引券などの掲載も可能です2 C ホームページへの広告掲載について掲載位置トップページ目次ページおよび詳細ページの下部企画常設バナー縦82ピクセル×横205ピクセルサービスバナー縦174ピクセル×横205ピクセル実際の表示はウィンドウのサイズにより異なります 問い合わせ1フレックス株式会社電話5 2 8 3 7七2 2 2市役所市長室広報校長係9月の相談内容日時担当を読みます法律4日水曜18日水曜午前9時から11時30分 11日日水水曜、25日水曜、午前9時から午前時時、から後弁護士女性のための法律相談20日金曜午前9時から11時30分弁護士税務5日木曜午前9時30分から正午税理士人権身の上10日火曜午前10時から正午人権擁護委員不動産 12日木曜午前9時30分から正午宅地建物取引士登記法律12日木曜午後2時から4時30分司法書士相続遺言等書き方13日金曜午前9時30分から正午行政書士交通事故17日火曜午前9時30分から正午弁護士 労働年金19日木曜午前10時から正午社会保険労務士行政26日木曜午前10時から正午行政相談委員外国人随時受付英語中国語韓国語ほか以上の連絡先場所は予約受付開始8月26日月曜午前8時30分から 電話か「市役所1階市民相談コーナー代表電話576-2111内線178」「事前予約定員制1案件につき1回のみ30分無料ただし人権身の上相談は60分」「以下内容日時連絡先場所担当の順に読みます」 消費生活相談旧祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時国立市消費生活センター町の振興課内直通電話576-3201総合オンブズマン旧祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時オンブズマン事務局直通電話505-5127 一人親家庭等女性相談旧祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時母子・父子・自立支援員子育て支援課・子育て支援係代表電話「576-2111内線168」女性相談は市長室男女平等女性支援担当 代表電話576-2111内線403電話相談は月曜から金曜の午後7時から9時45分土曜日曜休・祝日は午後5時から9時45分夜間休日女性相談電話相談電話070-2632-1078 男女平等生き方相談等月曜から金曜午前10時から午後6時同日休祝日午前9時から午後4時国立男女平等三角ステーション国立駅前国立国分寺市民プラザ内相談専用電話501-6996問い合わせ電話501-6990 健康、旧祝日を除く月曜から金曜、午前9時から午後5時。保健センター、電話572-6111。教育、旧祝日を除く月曜から金曜、午前9時30分から午後5時。教育相談室、電話576-2109。予約がいります。教育相談員、対象3歳から18歳。 「いじめ相談」「電話576-2050」57「零どもオンブズマン」「旧祝日を除く月曜から金曜」「午前8時30分から午後5時」「子どもの人権オンブズマン」「専用電話」「フリーダイヤル012070-7830」01「零ども育児」「祝日を除く月曜から土曜」 午午前8時30分から午後5時子ども家庭支援センター」「電話5 7 3の0 9 6 5子ども発達相談」「旧祝日を除く月曜から金曜」「午前10時から午後4時」「子育て支援課子ども保険発達支援係」「電話」「5 8 0の1 2 8 2ひまわり相談少年飛行等と 中国残留法人等支援相談は福祉総務課代表電話57「576-2111内戦152」「ひまわり相談少年飛行」「等は偶数月の第1金曜日祝日を除く午後1時から3時保護し「中国残留法人等支援相談」は旧祝日を除く月曜木曜午前9時から午後5時。 予約がります中国残留法人等支援相談員高齢者障害者のための法律相談と暮らしの相談心配事は社会会会福福祉祉協議会福祉会館1階電話高齢者障害者のための法律相談は祝日を除く第3金曜日午後2時から4時予約が要ります。司法書士 暮らしの相談心配事は旧祝日を除く月水木金午前9時30分から正午電話相談は旧祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時フリーダイヤル0120294-201いずれも民生委員児童委員社会福祉協議会職員 外国人のための相談案内事前予約制随時受付市民相談コーナー代表電話042-576-2111外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます。市長で司法国立を終わります。政策完了2019年8月。 音訳編集金子祥子構成癖香織制作は国立中央図書館でした <noise> 海の避難に協力を災害時は冷蔵庫が使用できないので一度に食べられる量や高包装のものを選びましょう <noise> 閲覧年月日請求期間の名称 請求閲覧年月日請求期間の名称請求自由の概要閲覧年月日請求期間の名称請求自由の概要閲覧にかかる住民の範囲閲覧件数の項目です。 請求自由の概要自衛官等の募集に伴う広報祝日を除く月曜日水曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時に市役所1階の障害者支援課に手話通訳者がいます「全国瞬時警報システム J アラート」の全国一斉情報伝達訓練を行います。 令和元年度第4回国立市子ども総合計画審議会広報掲示板をご利用ください市内50か所にあります前回の掲示終了日の翌日から14日間以上の間隔が必要です場所日時表をご覧ください肥がんリスク検診 令和2年2月29日土曜まで、例えば対象市内在住の1歳頃、生後10ヶ月から1歳4ヶ月のお子さんと保護者の方月曜日から金曜日午前8時30分から午後7時曜日日曜日午前10時から午後5時図書館午前9時30分から午後7時 土曜日日曜日祝日は午後5時まで。電話相談は月曜から金曜の午後7時からあそうか電話相談は月曜から金曜の午後7時から9時45分。土・日休祝日午後5時から9時45分。四方国立音訳版です。 デイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館にお問い合わせください。